ガダミス、リビア方言、ジーディメスはアルジェリアやチュニジアの国境にも近いトリポリの約600キロメートル南西に位置するリビアのオアシス都市。オアシスには7000人ものトゥアレグが住む。街の中でも古くからある壁に囲まれた区域はユネスコの世界遺産に登録されている。この区画には7つの種族が住み。 それぞれの縄張りを持っているが、祭りに使う共有地は設定されている。1970年代に政府は旧市街の外側に住宅地を作ったが、夏の間には住民たちは秘書に優れている旧市街に戻って暮らしている。ガダミスの記録は古代ローマ時代にしか遡れない。当時の名称はキュダムスで、この時期には町には軍隊が駐留することがあった。 ビサンティン帝国の介入によって住民がキリスト教に改修した6世紀には司教が町に住んでいた。しかし7世紀にムスリムに制圧されると住民はすぐさまイスラームに改修した。19世紀までサハラ公益において重要な役割を果たした。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。2016年の 第40回世界遺産委員会では、リビア国内の衝突による損壊及び今後、引き起こされるさらなる損壊への懸念から、本物件を含め、その時点で登録されているリビアの世界遺産5件、すべてが危機にさらされている世界遺産リストに登録された。ありがとうございます。